承知。ありがとよ。変えてしまいました。私でもお買い物ができました。怖くないとは言えません。でも主とは素顔で話していたいから。それにしても、徳原の都で初めて買い物に挫折した時のことを思い出します。あれはもう何年前のことでしょうか。任務中のおやつに干し芋を買いました。その時買えなかったものが買えましたから。女の子らしいですか。では下着を。いえ、今度はその、主に褒めてもらえるような女の子らしい下着が欲しいです。ですから、主好みの下着を、教えて